JOC チャンネルニュース。こんにちは、ニーナです。この番組ではヤマハ JOC チャンネル内のコンテンツ情報をはじめ、ジュニアオリジナルコンサート、ガラコンサート、そしてヤマハ音楽教室の無差別コンサートなどの情報をお届けいたします。今回はチャンネル内コンテンツの一つ、音楽ヒーローヒロインカナデンジャーをご紹介いたします。この番組は MC の小宮理央さんと木原瑠衣さんがヤマハ音楽教室でレッスンを体験するロケ映像や、ヤマハ音楽教室出身で現在活躍中の音楽家に迫ったレジェンド回ももちろん面白いのですが、ジュニアオリジナルコンサート JOC に参加をされた子どもたちの日常を演奏映像とともに紹介する変身全国のカナデンジャーのコーナーも番組の魅力の一つになっているんです。変身全国のカナデンジャー。リオさん、リーさん、こんにちは。こんにちは。ソワ、アイニです。アイニちゃん、今回のカナデンジャーは小学4年生のソワ、アイニさん、若いと呼んで、子猫を音楽で描写する演奏家、仲いい兄弟。そんなアイニさんの披露してくれる曲は、私の曲は、いたずら子猫の大冒険です。あら、おばあちゃんの家で飼っている猫のトラを曲にしました。お大きな犬に追いかけられているところやトラの鳴き声を音で表現しました、うん、お姉ちゃんと楽しく連弾したいと思います。カナデンジャーに変身。JOC セレクションで演奏されている時の凛々しい表情や姿勢とは打って変わって、その年齢にふさわしい子供らしい姿を垣間見ることができて、演奏されている時には本当に皆さん変身をしてヒーロー、ヒロインになっているんだと、私自身改めてこのコーナーから感じ取ることができました。さて、このカナデンジャーですが、カナデンジャーシーズン2の配信がスタートしています。皆さんぜひご覧ください。創作お悩み解決コーナー。さて、この番組では毎回すでに音楽を習われている方々からの創作に関するお悩みを解決していくコーナーをお届けしていきましたが、そのお悩みを解決してくれたアドバイザーはこの方でした。ミスター M。 はい、ミスター M です。ミーナさん、今回でついに最終回だね。うん、今回で最終回だね。ミスター M、これまでたくさんの質問に回答してくれてありがとう。とんでもない。ミーナ、これまでの創作悩み解決コーナーはどうだったかな？そうだな、私も同じような悩みを持っていたなと思い返しました。ただこういった回答を聞くことによって、自分自身でも今後の役に立つような回答がたくさんあって、自分の中で整理ができたなと思いました。それは良かったです。みんな同じような悩みを持っていることもあるよね。でもなかなか創作のことは聞くところがないから解決できないこともあると思いました。ちなみにミーナさんは曲作りは最初から好きだったんですか？正直私は曲を作るのが昔苦手でした。そうだよね、誰しも最初のうちは苦手なことは嫌だったりするものね。じゃあ今のミーナは曲作りはどう思っているの？自分のことを表現できる手段として創作はとても大切だなと思って今は好きです。そっかそっか、ミーナもこれからも曲を作っていこうと思っているってことだよね。今回お悩みをくださった方々はみんな創作に興味がある方からの質問が多かったと思いました。創作が正直あまり得意でなかったり好きでない人、
とっても好きでどんどんやっていきたい人、いろんな人たちがいるけれども、どんどん創作やってみてくださいね。バイバーイ。ミスター M、 本当にありがとう。皆さんのこれからの創作活動の中で、ここはどう解決したらいいんだろう、何か良いヒントはないかな、というような場面に出くわしたとき、このコーナーをまた見返していただけたら嬉しいです。この回をもちまして JOC チャンネルニュースは終了となります。これまで本当にありがとうございました。私自身初めてのキャスター役を務めさせていただき、緊張もありましたが、番組スタッフと毎回作り上げる収録はとても楽しく、そしてエレクトーンも同時に楽しく演奏させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー嬉しい。いや本当にちょっとなんか私でいいのかなっていうのが最初あったんですけど、メイク崩れる。あったんですけど、みんなに、とても楽しく見てるよっていう言葉だけでももらえて、本当にやってよかったなって思いました。あメイクさんごめんなさい。番組楽しかったよともし思っていただけたら、高評価ボタンよろしくお願いいたします。そしてヤマハ JOC チャンネルのチャンネル登録も引き続きよろしくお願いいたします。それではまたいつか皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。以上、ミーナでした。バイバイ。